皆さん、こんにちは。ピアニストの澤田瑞江です。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日は、ピアニストの宿題シリーズ第11弾といたしまして、アストロピアサラのサメという曲に挑戦したいと思います。皆さん、今日も練習楽しんでやっていますか？この動画では、ピアノの練習って楽しいというよりは辛いんだよねって思っているすべての皆さんに向けて配信しています。プロのピアニストである私が日常的にどのように練習し、どのように困難を乗り越えて上達していくのか、その姿をお見せすることで皆さんにも練習のコツをつかんでいただき、より効率的に早く上達にたどり着けばなと思って配信しています。練習は目に見えて上達したと感じた時に喜びを得られるものです。それが日常的にもっと多くなるように私がお手伝いできればなと思っておりますので、ご興味のある方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今回のピアニストの宿題のルールはこちら。初見で5分間譜読み。その後10分間練習、そして20分間練習で仕上げます。では、はい。それでは、最後の練習になります。20分のタイマーをかけて、はい、やっていきますので。アルゼンチン出身の作曲家でありバンドネオン奏者だったアストロピアソラは1979年にこのサメという作品を作りました。知り合いであったすごく強靭な技術力を持っているバイオリニストに向けて作られたと言われています。で、サメというタイトルなんですけれども、当時アストロピアソラがスポーツフィッシングでサメ釣りにはまっていたそうで、よく荒波に出かけていたという逸話が残っているぐらいだったんですけれども、それをもとに、その経験をもとに作られたと言われています。コロコロと変わるその表紙だったりとかが、やっぱりちっちゃい波だったり、荒波だったりっていう海の不安定さを表現していたりとか、まあ言うまでもなくサメの不気味さとか、自分がそこに挑んでいくサメとのこう知恵比べとか、そういうなんていうんですかね、駆け引きみたいなのも、曲にすごく反映されていてすごいなと思って弾いています。はい。で、アストロピアソラはクラシックとタンゴとジャズっていう3つの要素をガチャンと融合してしまった新たなジャンルを生み出した作曲家です。今ではすごいリベルタンゴだとか、すごく有名な曲たくさんありますよね。皆さんもぜひサメだけじゃなくて、他の作曲したものにも興味を向けてみてください。とっても面白い世界が広がっています。
もうあと5分しかない。結構しんどいですねこれ。20分終わってしまいました。なんか結構もう最後の最後まで割と必死な感じの20分でしたね。まだまだ全然多分弾けてないところが多いんですけれども、最後の20分の練習の結果どうなったかというところをお聞かせしようと思います。というわけで今日の35分すべて練習しきって最後の演奏を終えました。まあもう疲れましたね。なんか今日は本当に疲れだな、早く寝れそうだなという感じです。何がそんなに疲れたかっていうと、やはりまあタンゴとジャズとクラシックの融合という新しいまあピアソラならではのまあ面白い興味深いジャンルなんですけれども、ただこうクラシック奏者として主に活動している私としては、まあかなり難しい課題でしたね。
で、前半の時も言ったんですけれども、何がそんなに難しいかっていうと、やっぱりパッパッパってこうキャラクターを、助走なく変えていくところの難しさだとか、あとやっぱりリズムの取り方とか、あとやっぱり、トリオとかで、いろんな楽器がたくさん、担っている音をすべてピアノ1台でやろうとしているので、編曲がすっごい難しかったですね。で、自分の曲の楽譜を、参考にしながら、実は YouTube とか他の、演奏の、主にピアノじゃない楽器の方たち、例えばバンドネオン、バイオリン、コントラバスっていう編成だったりとか、バンドネオンとバイオリン、そうですね、っていう、シンプルなタイプだったりとか、いろんなのを聴き比べて、で、自分でその楽譜に書き込んで、その装飾音だとか、自分でこうしたらいいんじゃないかと思うことを、グリッサンドだとか、すべてこう書き入れてみました。で、ちょっと編曲っていう感じですかね。自分なりに編曲した感じでやってみたんですけれども、やっぱりすごく、元の編曲ってっていうもののベースに、自分のそのアレンジが加わることによって、よりピアソラの醍醐味みたいなのが見えてきたような気がします。皆さんも余裕があったら、そういう編曲みたいなのをしてみて、自分流のそのピアソラっていうのを開拓してみてもいいんじゃないでしょうか。はい。それでは、今日もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとドタバタ劇がいつもよりも見られたかと思うんですけれども、頑張ってたね、いいねってちょっと思っていただける方はグッドボタンをお願いいたします。で、またこのような企画をどん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 配信していきたいと思っています。前向きにチャレンジしていって、時にはやっぱり、かっこ悪いところももちろん、ピアニストもかっこ悪い練習もいっぱいあるので、それもお見せしつつ、皆さんに楽しんでいただけたらと思っていますので、ぜひご興味のある方はチャンネル登録もお願いいたします。それでは今日も、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。